はい、どうも大木道です、今回もダボダボするやっていきたいと思います。ってことで、今回はねテストサーバーの方でやっていきたいんですけども、はい、上さんテストサーバーやめましょう。通常サーバーに行きましょう。いや、てかね、テストサーバーまずいらないよねって話を今回しようと思います。なんでかっていうと人いねえんだよ。ああ、見てわかるだろ、人いねえんだよこれ。なぜ人がいないものを開いてるか、それ金の無駄だからやめよ。テストサーバー通常のライブサーバーで同時にしていいじゃんこれって。247人、あ、ちなみに今配信中やってるんですけど、そう、今ね同時接続247人ぐらいしかいないんですよ。いや、いいじゃん通常サーバーでやって もテストサーバーも終戦してるっていうね。いや、あのね、割れてるんだよね人口数が。で、あと多分通常サーバーでしか多分今テストサーバーやってるってことをそもそも認知してる人がそもそも少ないっていうね。だってこういうサーバーブラザーとかのさ、あれってさ、テストサーバーぶっちゃけ2日間ぐらい、2日もいらねえ、1日でいいじゃん。多分1日ぐらいしかみんなやんないんだからさ、テストサーバーとかって。なのにさ、こんな1週間ぐらいスパンス開けてさ、導入しなくていいんじゃないっていう。だってね、そもそもテストサーバーやる人がいないしっていう。アジア圏ついに終戦。いやー、ちょっとね、ひどいっすね、なかなかね。やっぱり、いや、でもどうなんだろうね。俺はテストサーバーいらない派なんだよね。昔からこれ結構動画では言ってるんだけど、俺はテストサーバーいらない派なんだよ。っていうのも、まだアーリーアクセスの状態だから、それ含めてのアーリーアクセスなんじゃないのって、なんかバグとかさ、戦車が吹き飛ぶのも、あと、まあ、自分がスーパーマンになるのも、あと壁紙になるのもそれ含めてのアーリーアクセスだから、俺は別にいらない派なんだよね、正直言うと。だけど、まあ、運営はそうじゃないと、テストサーバーはあるべきだみたいなさ。いや、お前フォートナイトじゃないからなっていう。あの、フォートナイトだったらありなんよ。フォートナイトとかさ、あのパブチとかだったら、いや、あれは人口がいるからさ、いや、お前違うだろっていうね。アーリーアクセスとアーリーアクセス、そう、アーリーアクセスせんだよね、まだこのゲーム。これはね、どうにかしないとダメっすよ、さすがに。ひどいよ、これは。だってね、ぶっちゃけサーバーブラウザーとかってさ、やっぱみんな割と待ちに待ってたアップデじゃないっすか。それをね、あの、ワンクッション置いて実装するっていうのは、俺どうかと思うよ。いや、それはもうすぐ、むしろ入れていいパッチだと思うんで、もしかしてこの動画が上がる頃にはね、あの通常サーバーの方でマッチ入ってると思うんだけど、もしかして入ってるかもしれないんだけど、いや、いいね、ライブサーバーでわざわざこれ入れなくていいでしょう、今回に限っては。特に別に大型パッチってわけでも、大型パッチを入れんだったらまだね話はわかるよ。別に大型パッチでもなんでもないやつをさ、なの入れる必要あんのかなっていう風にちょっとお気持ち思いましたね、正直。で、実際テストサーバー今やろうと思ってもね、247人もいて、テストサーバー、あ、入ってきましたよ、これ。4人しかいないよ、4人しか。いや、4人もいればいいかもしんないんだけど、ダメよ、やっぱ、4人で。なんか、今さ、無敵。いましたわ。だから、俺はね、どうかと思う、ほんと。そういう意味では。あー、1人抜けちゃった、ほら。3人になっちゃったよ、テストサーバー。3人でやってるとか、これまさに終戦じゃねえかよ、ほんと。どういうことだ。プレイ人口数3人になっちゃいましたっていうタイトルにするぞ、この動画。ほんとね、ひどいよ。いやー、このテトラポットみたいな、こんなの、これ邪魔くせえし、これ。いやーねー、皆さんどうですかね、実際テストサーバーって、いりますかっていう、まあ今回はそれはね、私のお題なんですけど、今回の。でもね、こういう動画って大事だと思うんだよ、意外と。運営の人もね、多分日本語わかんないとは思うんだけど、まあ、単語単語で多分わかると思うから、テストサーバーね、俺はいらない派っすね。圧倒的に。うん、で昔からそれやってんだけど、圧倒的にいらないっていう。あったところでどうせ誰もやらないっていう。いやいや、そういうもんっすよね、ほんと。あー、確かにね、サーバーブラウザーあるならコミュニティで参加募集とかも募れるから本サーバーでも実装してほしい。だからそれをさっさとやるべきなんだよね。あ、バトルア話はね、あれ多分ないんじゃないかな。俺はリーコンモードが多分バトルア、でもどうなんだろう。いや、
下手なこと多分しない方がいいでしょう。このゲームはバトルはもう BF だけで十分じゃないですか。ぶっちゃけこんななんかいりますこのゲームでっていうとこは俺正直俺の中であるからさ、いらないんじゃないかな。まあ未来すぎるね、確かに。確かに。いや、このゲーム会社がね、俺は終戦のカウントダウンが始まんないかどうかがやっぱ怖いよね、最近の中だとやっぱり一番。毎日ね、このゲーム大丈夫かなっていう、ちょっと確認する日々がね、また続いてますよっていうのは。いや、昔からやっぱり、もう壁紙って言われてる時代から配信とかして、人集めたりとかしやってたから、やっぱ、思い出はあるわけよ、このゲームには。すごく思い出が深いゲームなんだけど、やっぱどうしてもね、言いたくなるよね、こういうところはね、なんか、やっぱいらないところが結構目立つからっていうかね。いや、そう、会社倒産がね、ワンチャンあるからね、ほんと。いや、そこだけは回避してほしいかなって思う。あと、早うね、通常サーバーじゃねえ、なんかあの、なんていうの、バタリオみたいにサーバー作らさせてほしいよね。なんか、そういう機能、だ絶対さ、ファンの中にはさ、サーバーそういうに立てたいって思う人っていると思うんだよ、なんか。だからそういうサーバーとかをなんか常時作れるようにしてほしいかなって感じはあるよね。なんかそれはまあ別にバタリオンに限らずバトルフィールドもそう思うけど、俺はレンタルサーバー早く実装しろみたいな思うけど。あー、倒産はない説か。どうだろうね。俺も倒産っていうのはあんま考えたくはないけど、でもダボダボ3を買収するのかな。買収するんだったらさっさとやってほしいけどね。なんか、まだ話題性があるうちにやってほしいよね。いやーね。オフライン大会したいんですって。いやいや、大嘘じゃねえよ。オフライン大会したいんだよ、俺らは。俺らはな、ダボダボ3なな、オフライン大会してんだよ、バカ野郎。ほら、あそこにできるだろ。ほら、出てこい。ほら、出てこい、出てこい、出てこい。俺、蹂躙してやるから出てこい。なんだあの陰キャ君、さっさと来てくんないかな。 UBI、 いや、そう、 UBI がね買ったら話題性出るから俺はいいと思うけどね。まあそこはまたね、今度、まあ、違う動画で話そうかなっていうふうには思ってるけど、そう、 UBI とかが買ったら面白いんじゃないかなってちょっと思う。そういうとこ降りますか。これめんどくさいから降りてやりに行きますか。なんであいつ逃げたんだ。おー、逃げるべきじゃないだろ、今の。なんか、うわーっつって今逃げてったんだけど、敵。かわいいな。あ、入ってた？あ、オッケーオッケー。今、情報であれですね。あの、50分後にアップデートが入るみたいっす。あの、本様に。だから、ことで、まあ、この動画が出る頃には、まあ、通常サーバーが、に入ってるっぽいんで、いいんですけど、あの、まあでも多分テストサーバーに今後大型パッチとかって絶対入ってくると思うんでね。まあみんなにもちょっとこういうのは、あの、一応、理解しておいてほしいって、頭に入れておいてほしいかなっていうふうにちょっと思いますね。いつも毎回テストサーバー来ることにね、人口で結構減ってるから。まあでも、よかったです。今回のほんと、すぐパッチが入るみたいなんでね、かなり嬉しいですね。いや、わからん、それは。それかパッチかどうかわかんない。頑張って立て直してくれ。 UBI かゴーストリーコーみたいになる。いや、そうなったらやばいね。マジ右上に書いてる、それは何なんだろうな。いや、でも、ほらーね、テストサーバー全然人いないね、ほんと。まあ、今回みたいなパッチだと大型パッチじゃないから、あ、通常サーバーに入るんだ、風雲で終わっちゃうからやんないって感じなのかもしんないけど、まあでもね、人口数がやっぱ割れちゃうわけだからね、これをやることによって。あんま良くないよね。おっと、これ壊されちゃうよ、これ。すげえ、せえ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 。俺と戦いに来てる、これなんか。拳で語り合おうとしてる、こいつ。この敵のらすげえ拳で俺に語り合おうとしてきてんだけど。やばいな。お前、せめて戦車かな、なんか乗ってこいよっていう。さすがに強すぎるだろ、お前。俺になんでそんなない RPG 撃ってくんだろう。強かった。人口少ないゲーム、さらに人口悪いリミットは。いやー、謎だよね。
いやでも多分こういうことを思ってる人って他にも多分いると思うんだよね。実際多分声を大にして言ってないだけで結構俺いると思うんだよね。あの意外とテストサーバーいらないんじゃねみたいな風に思ってる人って。だからまあ今回ちょっとこういう風に動画にしてね、まあ運営の人に伝わるかどうかわかんないけど、まあ伝わればいいかなっていう風にちょっと思ったんで、はい、今回話しました。はい、はい、どうも。はい、まあちょっとあの棒読みとか今回入ってるんで、配信の方っていうのがっつりちょっとわかる形でやってるんですけど、まあ配信の方でもやっぱりテストサーバーいらないんじゃねみたいな声とか結構多いから、あとそう、日本語カバッチいつ来るんだろうね。なんか多分日本語カバッチが一番時間かかってると思うけど、テスト用の新しい PTF ランチを展開やばいんだよな。あーそうなんだ。ってことはじゃあ次あれじゃない、もうそろそろしたら多分、だから本当にこの動画上がる頃には通常サーバーの方であれだね、サーバーブラウザ多分実装されるんじゃないかなっていうふうには思うけど、まあ、どうなんすかね。まあ実装されてたら嬉しいな程度でちょっと思っとくけど俺は。はい、まあっていう感じでね、今回の動画はまあちょっと人もいないし、あの何も特にないんでね、これぐらいで終わりたいかなっていうふうに思います。皆さんもね、よければコメントの方に気軽に書いてみてください。いや、わからん、わからん、パッチ入るとこし俺は信じて、俺は待ってるよ。わからん、うん、わからん、わからん。いや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 、スタックしたし、通過。はい、ということでね、まあぜひとも高評価と、チャンネル登録、ぜひともね、チャンネル登録皆さんお願いいたします。ということで、はい、今回もダバド3でした。GG。